ワン、ツー、スリー。桜の巻高校吹奏楽部、通称巻村です。本日司会を務めますのは2年パーカッションパート花輪しおりと2年ホルンパートの住谷陸です。よろしくお願いします。まず1曲目にお送りした曲はディープパープルメドレーでした。このメドレーでなっていた曲はバーン、ハイウェイスター、スモークオンザウォーターの3曲でした。ハードロックバンドの力強さを私たちの演奏で感じていただけたでしょうか。さて続いて2曲目にお送りする曲はパプリカです。これは歌手の米津玄師さんが作詞作曲したことで有名です。また可愛いダンスも話題になっています。私たち巻村のダンスにも注目してお聴きください。式は学生指揮者1年天野雄介でお送りします。それではどうぞ。Thank you.
がとうございました。さて3曲目にお送りするのはアラジンメドレーです。アラビアンナイトから始まり、フレンドライクミー、アリ王子のお通り、ホールニューワールドという曲順でメドレーになっています。またホールニューワールドではサックスのソロにもぜひご注目してお聴きください。指揮は顧問の吉成雄一でお送りします。それではどうぞ。Thank you.
最後にお送りする曲は山下達郎さんのクリスマスイブです。この曲では美しいメロディーやハーモニー、そしてクリスマスの夜をぜひ皆さん想像してお聴きください。式は顧問の吉成隆一でお送りします。それではどうぞ。高等学校吹奏楽部の皆さんに今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。